周りにいる友達とかにヒアリングするよ、はい、それが消費者調査だね。それによってその子の隠れたニーズを引き出すっていう。中華ばっか食べてんだけど実はイタリアン行ってみたいなって思ってて、でも格式高いから行けないんだよねと思ってるとか、中野の美女基準によってターゲティングした結果最終的に一人も基準に合わなくなっちゃいましたってなるんだったら、このもう100のパイをめちゃくちゃ広げなきゃいけない。もう十分に足りていて、こっちにはプールがあるんだったらあとはコンバージョンを上げなきゃいけないから、中野のその消費者調査力とかコールトアクションを皿洗いますじゃなくて、もうカバンも毎日持ちますとか運転も毎日しますみたいな魅力的なオファーに変えなきゃいけない。はい、こんにちは。ということで今日はいつもと趣向を変えてインターン生で YouTube をやってくれて中野くんが悩み事があるっていうことなんで面白そうだったんで撮ってみようかなということで、中野くんは顔バレもしてないんでね、一応変なこと言っても大丈夫かなということで回しています。ありがとうございます。今20歳なんですけど、あんまり恋愛がうまくいったことがなくて、恋愛はマーケティングに似てるみたいなことを聞いたんで、そのマーケティングのプロである C さんに恋愛をうまく攻略できないかなと思って、うん、ちょっと質問させてもらいました。じゃあ恋愛をマーケティング的に考えるとどうなるかっていう、あ、ちなみに断っておくと普段そんなこと考えてないけど無理やり考えるとっていうことで理解してほしいんですけど、まずマーケティングのファーストステップは目的は何かなんですよね。なので今回の中野のケースでいくと、目的は何、一人の女性と付き合う、それともなるだけたくさんの女性と付き合う、一人の超絶美女と付き合う。ああ、オッケー。これ美女であることはもう限定なの、はい、あ、オッケーということでいくと、まずじゃあ付き合うっていうのはどういうことなのかって話なんですよ。要は日本人1億人いるんだけど、この1億人をこうギューって絞ってって最終的に1人にするわけじゃない。ってなった時に基本的に知らない人とはさ付き合うことはできないわけですから、はい、知り合いじゃないと付き合えないわけですから、まずなるだけたくさんの女子と知り合おうって話になるよね、はい、リーチ広げようって話になるね。これがいわゆるマーケティングでいうリーチを広げてる状態でね、これ認知上げてる状態。例えば日本にいる5000万人の女性全員と中野が友達だったら相当選択肢広いよね。まずこれで知り合いを広げましょう、はい、ということでとりあえず片っ端からインスタグラムで DM するっていう、DM か知らないけどその認知を助けてくれてるツールがさ、例えばペアーズとかさ Tinder とかさあるわけじゃん。ああいうのはいわゆるメディアですよね、認知を取るためのツールだよね。それがブランドとかだったらテレビ CM とか使うわけだけど、さすがにテレビ CM 使えないじゃん。別にいいんだよテレビ CM で僕彼女募集中ですって言ってもそれめちゃくちゃ認知率上がると思うよ。それ使えないんで安いところでやろうっていうのがリーチ、認知とメディアっていう考え方だよね、はい、じゃあ誰でもいいわけじゃないじゃん。女なら誰でもいいわけじゃないんだよね。中野はもう本当に心がすさんでる男だから、基本的にはもう超絶美女と付き合いたいって話なんだよね。そしたら中野の中の美女基準みたいなものがあるとして、その知り合った5000万人の中からここっすみたいな人をまず絞る。それがいわゆるターゲッティングだよね。仮にちょっといい5000万人やりすぎて100人友達だったとしよう。中野が相当基準厳しくて5人ですってなったとする。そしたらその5人にまずターゲットを絞ります。これがターゲッティングだよね。でこの5人に次コンタクトしようって話だよね。一気に100からこれ 5% まで絞れてるわけだけど、でじゃあデート誘うよね。とりあえずデート2回ぐらい誘った後に最後告白するじゃん。ってなったらデートをどういう店に行こうかなって話になるよね。どういう店に行こうかなってなると、その5人によってもさ、中華が好きな人もいればさ、イタリアンが好きな子もいればさ、焼き鳥が好きな子もいれば、ディズニーランドで食べたい子もいるわけじゃん。それを調べなきゃいけない。ということで、その子の周りにいる友達とかにヒアリングする。それが消費者調査だよね。それが消費者調査ね。それによって、その子の隠れたニーズを引き出すっていうね。中華ばっか食べてんだけど、実はイタリアン行ってみたいなって思ってて、でも格式高いから行けないんだよねと思ってるとか。なるほど。もしくは普段は和食ばっか食べてるんだけど本当はフレンチ行ってみたいとか、そういうのを聞き出して、そこに対して適切なソリューションを提供するとデートが成功する確率が上がる。それがコンバージョンレートが上がってる状態で、これコンバージョンしたらっていうタイミングで最後僕と付き合ってくださいって言うでしょ、はい、これがいわゆるマーケティングで言うとコールトゥーアクションと呼ばれているやつだよね、うん、その時に付き合ってくださいっていうだけだとあれだから、僕と付き合ってくれたらお皿毎日洗いますみたいな特典と呼ばれるリーズントゥービリーブと呼ばれるやつで僕と付き合ったらいいことありますっていう根拠をねオファリングしているということで、はい、ということでこれがマーケティングの基本的な考え方だね。中野の美女基準によってターゲティングした結果最終的に一人も基準に合わなくなっちゃいましたってなるんだったら、このもう100のパイをめちゃくちゃ広げなきゃいけない。もう十分に足りていて、こっちにはプールがあるんだったらあとはコンバージョンを上げなきゃいけないから、はい、中野のその消費者調査力とか、はい、コールトアクションを皿洗いますじゃなくて、もうカバンも毎日持ちますとか運転も毎日しますみたいな魅力的なオファーに変えなきゃいけない。そこがイケメンであったりとか金めっちゃ持ってるってなると、大したオファーしなくても制約することができるし、自分が大したことない商品だったとしたらもう相当おまけつけていかなきゃいけないっていう、まあそういうことですよね。めちゃめちゃわかりやすいってことで、まだね彼女いない歴イコール人生の中野はこれのどこに課題がある今のところ。圧倒的にリーチが足りないけど、あ、そうだよね、はい、これね、みんな
彼女できないってなった時にさ、男磨きしようとするでしょ。男磨きっていわゆるこのコンバージョン上げようとしてるのよ、はいはい、しかも本当にコールトゥーアクションを変えようとしてるのよ。でもこれってそもそも間違ってること多くて、そんなことより消費者調査力であるとか、もしくはそもそもの100人を2000人にするとか、このリーチ増やすってこのパネルの左側、はい、を攻めた方が多分いいケース多いと思ってるんだよね。ちょファネルの左側がちょっとファネルってこう上途って意味なんだけど、はいはいはい、こう要はリーチからコンバージョンまでこういう風に三角形になるでしょ、はいはい、でこれはファネルって呼んでて、うん、ファネルの上側つまりリーチサイド、あーなるほど、分母増やそうよって、はいはい、要は確率を上げるのか分母を増やすのかって話で、みんな確率上げようとするんだけど、はい、分母を増やした方がいいんだよ、あっていうのは往々にしてある。だからペアーズとかさ、Tinder とかはそういう意味ではなんかその普通出会いってそんなないから、限られた出会いの中ですげえうまくいくしかないっていう超タフゲームだった恋愛ゲームを、とにかくたくさんのやつとデートしたらいいやんっていうゲームに変えてしまったとも言える。だからめっちゃ社会的意義高いと思う。なるほど、うん、これでリーチを開けられるんですね。そうで、リーチを広げる方法を考えなきゃいけなくて、昔だったらパーティー行くとか学生団体のイベント参加するとかサークル入るとかそういうのしかなかったんだけど、今は別にいろんな方法あります。メディア選定はどうぞご自由に。ああなるほど、めちゃめちゃ彼女できる気がしてきました。で予算限られてるでしょ、はい、例えばペアーズだったらさ、じゃあ月に5人と会えますってなったら、月額3000円だとしたら600円で1人で会ってるでしょこれがコストパーリーチと呼ばれるんですよねでそのコストパーリーチが一番いいメディアを選んでやっていく。例えばサークルだったら月会費5000円です、はい、でも100人会えますみたいな、はい、まあ、そこはなんかどれがいいかっていう、これがもう本当に恋愛のマーケティング的制止方、これめっちゃいいんじゃないかな。これ本当参考になった人グッドボタン押してほしいわ本当。別に全然モテてきたわけじゃない、俺が解説してる分さらに分かりやすいわめちゃめちゃ分かりやすかったですね、うん、ということで中野くんはじゃあリーチを増やすべく頑張るらしいんでね、どうぞ皆さんも応援よろしくお願いします。ということで皆さんも恋愛をマーケティングでハックしちゃってください。